ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。1980年代も終わり、16ビットパソコン戦国史の結果は、NEC、PC9801、1830万台、富士通、FM タウンズ、50万台、シャープ、X68000、20万台、NEC の PC9801 シリーズの圧勝に終わった。勝敗の原因は、アプリケーション。アプリケーション。パソコンは、家電製品や精密機器と違って、最も重要なのが、道具である、アプリケーションなんだ。NEC は、PC8801 シリーズの頃から、アプリケーションの支援に、力を入れていた。アプリケーションは、NEC、一企業では作れないんだ。多くの企業に PC8801、PC9801 用のアプリケーションを提供してもらい、良質なアプリケーション資産を増やすことに労力を惜しまなかった。また、ユーザーに対しても、ユーザーが持っているアプリケーション資産を新しいパソコンを買っても利用できるように考慮したんだ。新しいパソコンを買ってもアプリケーションがなければ、ただの箱だからね。これが、他の業界とは違うところだね。ビジネスモデルが違うんだ。ビジネスモデル？似ているといえば、ゲーム業界かな。ファミコンや、プレイステーションなど、魅力的なゲーム資産を、たくさん抱えている、ゲーム機が成功しているよね。どんなに高性能な機器でも、優れたアプリケーションがたくさんなければ、価値がないんだ。富士通の FM タウンズや、シャープの X68000 は、高性能だけど、過去のアプリケーション資産は、引き継げないし、ユーザーに魅力的なアプリケーションを、大量に提供することができなかったんだ。これは、今でも通用する。ビジネスモデルの教訓だね。どれだけ多くのコミュニティを構築できるかが競争の勝敗を分ける高性能、高機能ではなくコミュニティがビジネスを制するアプリケーションのコミュニティを制するものがビジネスを制す。そうだね。でもこれは簡単に実現できるもんじゃない。しっかりとした方針を持って5年、10年の長い時間をかけて作っていくものなんだよ。NEC がシャープや富士通よりそこが勝っていたということかな。その後、1990年代は海外から黒船が日本のパソコン業界に参入。NEC の PC9801 も衰退し、世界互換機、DOSV により、マイクロソフトと、
インテルの派遣時代へ移っていった。2010年、シャープ、パソコン事業から撤退。2011年、NEC のパソコン事業、レノボの参加に。2018年、富士通のパソコン事業、レノボの参加に。つわものどもが夢の後、